今回は、進撃の巨人23巻94話に書かれた、ライナーが実家のベッドに寝ているシーンに対する、みんなの反応を集めてみました。チャンネル登録高評価、コメントよろしくお願いします。それではどうぞ。ライナーの実家のベッド、子供の頃のままだった。ライナー実家に帰った時にベッドに寝てたんですけど、すごいちっちゃくて、あれ子供の頃のベッドのままですか？先生、そうですね、なんか母親がそこまで気づかない、そういうのが表現できれば、と、気づいていただいてありがとうございます。あんまり帰ってなかったのかと、帰ってもずっとあのベッドのままなんですか？先生、だと思います。読者が気づくことを信じて作中でわざわざ説明しない先生すげえよな。気づいてもらえたことに喜ぶ先生可愛くて好き。気づかなかった俺を許してくれ、どうしようもない、すまない。スレガのライナー、イケメンじゃね？ライナーはもともとベッカムとマットデイモン2のイケメンだ。エルディア人の腕章は室内にいるときは外してもいいのだけど、カリナは部屋でも一人だけ腕章を外してない。これ、上はライナーが戦士候補生になる前の描写だから、名誉マーレ人の腕章だからつけてるわけじゃないの闇深いよな。ライナーのお母さんってめちゃめちゃ病んでるよね。ガビのまっすぐな視線もおつらい。まんまカルト2世のエメンだもんな。抱きしめられてニコニコしてるライナー可愛いよ。母は復讐の道具としか見てないわけだが俺は辛い耐えられない。他にあまり話題にならない細かい描写あれば教えてくれ。基本的に淡々とした顔や半笑いで、互いにやってきた遺恨を掘り返す中、サシャの死に対しては悲しそうな顔をするエレナ。エレナはろくでもない奴だけど、それでもサシャを気に入ってたのたのはマジなんだなって思える描写。いいこと思ってたしマジに気に入ってたとしてもサシャを思ってたらサシャの死は煽りに使わないから、そういうところはエレナだなぁと思う。カリナもかわいそうな人だと思う。みんなの前ではわからないように口元を隠してるけど、訓練兵時代を思い返して笑みを浮かべてるライナー好き。ここ自分も好きだ、自分の知ってる島の人間と残虐非道な悪魔が結びつかなくてつい笑っちゃうのもあんなことすら家族に素直に話せないのも辛い。一みたいな細かい描写ではないけど、ケニーとのやりとりで自分も自分の力に対する奴隷英雄にならなければいけない義務感だと気づくリヴァイ。そんな自分を英雄視しない素で接してくれる104期に感謝するリヴァイ。王政編のリヴァイは本編ではわからない背景が先生の中であったとか。本当に息子が大切なら島から帰ってくることを信じてベッドを買い替えるはずってレスが的を射ていた。信じて買い替えてるはず、とかじゃなくてさ、実際に帰ってきてから4年経ってるのに、全く買い替えてねえんだよ。まあ家にあんま帰らないとかライナーも言えよってのはあるから、いや言い出しづらい環境にしてる母親が悪いって言ったらそうだな。これ改めて言葉にしたら辛いな。ライナーもあと数年の命だしと思って何も言わないんだろうな。お母さんのためにもここまで頑張ってやっと帰ってこれたのにね。エルディア人とはいえマーレの戦士である以上、きちんと給料もらってるだろうし、それでも自分でベッドを買い替えないことが、ライナーが母親から自立できていないことを示してるんだろうね。自立できてないと言ってしまえばそうだけど、これは毒親に育てられた子供特有のものだと思う。形骸だとちゃんと上に立つ者の振る舞いできてるんだし、本来一番安心できるはずの家に居場所がないのは辛いよ。だからどんなに立派な大人のように見えていても本質的には毒親の歪んだ呪縛から自立できていない子供なんだって描写なのかなって。親死んだ瞬間か子供できた瞬間にナイスガイ親父になるのがわかる。実際潜入先では頼られナイスガイだったし。正直、ライナーが母親の呪縛から逃れる展開を想像できなかったからカリナの会心は伊佐山先生の最初で最後のライナー甘やかしだと思ったわら。例えばあそこで母さんにずっと言いたいことがあったとか言って自分の内をぶつけることもできただろうに、当のライナーは鎧の巨人じゃないみたいなんだって親の顔色を伺っちゃって。でもこの二人は無事再会できたことだし、これからダメだったところを取り戻すように仲良くできると信じてる。母親も息子がこんだけ大きくなってるなら気づけって話だし、息子も毎日のことなんだから言えよっていう。でもそれをできないいびつさとかいいよね。あくまで鎧の巨人を継承した息子が大事なだけで、ライナーブラウンそのものには興味ないのいいよね。よくない？これやっぱり意図的だったんだ。すっきりした。ライナーの寝方って横向きでちっちゃくなって寝てて、最初何ぶりっこしてんだよって思ったけど、見返したらベッドが変に小さかったから、あれはそういうことかって。やっぱライナーは可愛いな。それみんな思ってるから。寝方が胎児と同じポーズで何とも言えない不気味さもある。胎児型の寝相で調べると防御的、寝ても心が解放されない、メンタル不調でなるとうとう出てきてしんどい。
幼少期ライナーは友達といる時は俺だけど、親や隊長相手にはボクボクなのも細かい。ライナーのお母さんも、ライナーのことを復讐の道具としか認識してなかったってのが闇深い。近代までのベッドは短い、足はオットマンに乗せる。これ足元フラットじゃないからオットマン使う仕様のベッドじゃないね。スレガのベッドをちゃんと見たら出てこないコメント。定期的に個人でスレガ立つけど、ライナーは噛めば噛むほど味の出てくるガムか何かで。それでも伊佐山先生がカミングアウトするまではただのぶ男扱いだった。先生が一番好きと言った途端に魚のタケノコように俺も実は前から好きだった、俺もとかほざくらい逆派が騒ぎ出した。でも正直、ファイナルシーズンまでのライナーはただの気持ち悪い勘違い動機の裏切り者、健康の鎧、無敵じゃね程度だったのが一気に外の世界での主役になって、不憫かっこいい、いじめて曇るほどに味のあるキャラになったのはすごいと思う。最終話でまたただの気持ち悪い動機に戻ったけど。でもこのベッドの件みたいに親に遠慮してたライナーが動機の前ではふざけられるようになったのはある意味成長だと思うわ。ふざけられるようになっただけなら良いんだが、ふざけの内容があれなので対価と言える。好きでも嫌いでもなかったけど、謎の力が働いて倒しても倒しても倒れないうぜえやつだったわ。脳機能を全身に移動とか意味わかんなかったし、今は必要だったのを理解してるよ。ユミルちゃんが生存させてくれたかもしれない。実際問題、現実では大人になってもベッドは買い替えないよな。結構高い買い物だから、大人になっても使い続けられる設計になってる気がする。それはそれとして、漫画表現としては美しい。リアル的には塔から帰ってきた直後は旅立った時の子供用のままだけど、さすがに4年経ってたら買い替えしないのは不自然。とはいえ戦争に召集されて家にほとんど不在ってことなんだろうけど。まあ戦争に行って帰ってくる日が少ないとはいえ、本当に大切にしていたら戦場で疲れてる息子のためにゆっくり休める環境を整えるよね普通は。壁外エルディア人は冷遇されただろうし、戦争中みたいなもんだし、家具なんてそんな簡単に買い替えれるもんじゃなかったのかも。子供部屋おじさんすれかと思ってすまない。実際ライナーはかなり悪い意味で子同士だからセーフ。カリナがダメなのはそうなんだが、戦時中×長期差別人種×そもそもあの世界がクソなので、毒親で片付けられるとそれはそれでもやる。毒親って概念自体がうまく育たなかった自身を現実逃避し、親に責任転嫁するための架空のものだからな。親が愛情をかけるのが当然だし、愛情を受ければちゃんと育つ。そうならないのは子供のせい。愛されて育ったんだな。まあライナーも多大な愛を受けてちゃんと育ったから、そう伊佐山からの愛を、おい、なんで二重人格になったり拳銃自殺図ってる。毒親の概念が広範囲だし、壁外エルディア人を鮮魚にくくれないのは事実だが、毒親自体は普通に存在している。そもそもその考えだと虐待死する子供などこの世に存在しないことになるので、完全に考えとしても破綻しているというか、どこぞのカルト宗教にありそうだな。現実見れてないのはどちらかね。復讐の道具やある種のトロフィーとしても見てただろうけど、少なくとも地ならしに巻き込まれた経緯を経て巨人の力が失われた直後にそれを良かったと言えるのは、それらと同時にライナーを息子としても思ってた少佐としか思えんよな。息子を復讐の道具にしてたのはそうなんだけど、復讐の道具としか見てないのなら最終話での和解もなかったろうから、霊か百かで言い切れるもんでもないと思うのよね。ただでさえ環境自体がいびつな中で